はい皆さんこんにちは今回は帰化したプロ野球選手100分の20プラスアルファについてです帰化したプロ野球選手はたくさんいます前回10名ご紹介しました今回さらに10名ご紹介いたします確認方法は漢方ですまた在日の方である可能性がある大選手についてもご紹介いたします私は北関東出身ですが巨人ファンでした写真のような選手が主力で活躍する世代のファンでした ということで今回は元巨人で帰化した選手を集めてみました。はじめに一番バッター、河野純喜選手です。河野純喜選手、河野純喜選手は愛知県名古屋市北区出身の元プロ野球選手ということで、まあ西武巨人と横浜とありますが、まあ自分の中ではもう巨人の選手でした。え河野純喜選手は1961年 昭和36年7月10日。こちらの方も昭和36年7月10日となっています。平成2年2月1日の漢方に載っております。拡大します。ですね、拡大しまして、え河野淳紀さんとその通名がそのまま載っておりまして、民族名が河野淳さん、河ですね。河水の河で、淳紀は同じです。昭和36年7月10日。 で昭和36年7月10日と,と通名と生年月日が一致しておりまして、えー、聞かされておりますことが確認できました、えー、河野純喜さんという名前からもその在日の方である可能性を連想させるところですが、まあ、当時はそんなことは全くなくて、えー、誰もその全て、えー、高校野球を勝ち抜いてきた日本の選手ということで まあ皆さんも私も共通の認識だったはずだと思います続きまして新浦久男投手ですえ巨人のユニフォームをまとっておりました新浦久男選手ですがまあこちらの方でもあの韓国名キムイジンさんとありますがまあ本当にどうかというのはこれから確認いたします巨人太陽と自分としては太陽 のイメージが強い方ですが116勝123敗39セブと大投手です新浦久男選手は1951年昭和26年5月11日生まれ東京都世田谷区出身静岡県菅市とあります 昭和53年12月21日の漢方に載っております。拡大します。ここですね。えー、通名、新浦久雄さん。昭和26年5月11日生まれ。で、えー、民族名が、あ金日優さん。先ほど浮き平のと同じではあります。1951年、昭和26年5月11日。昭和26年5月11日と。えー、通名と青年月日が一致しておりまして。 え、聞かされておりますことが確認できました。続きまして福祉弘明投資です。広島で18番をつけられておりました。エースだった方です。福祉弘明さんは登録名が松原昭夫さんで福祉昭夫さんだったり、福祉弘明さんだったりとあるようで。 まあ前回も申し上げました通り、名前が変わる方、解明ですね、できる方は、在日の方である強い状況証拠になります。我々が解明するときは、ハードルが高いということで、なかなか解明することは難しく、実際我々の周囲にですね、解明した方は聞いたことがないんじゃないでしょうか。ということで、これも在日の方である強い状況,状況証拠になります。さんは 巨人南回広島と経験されておりまして、巨人でも確かに3年経験されております。広島では15勝2回と12勝とエースだった方ですね、18番つけておられまして、91勝84敗9セーブと大活躍されておりました投手です。久知博明さんは1950年、昭和25年12月27日生まれ、昭和52年、 3月1日の漢方に載っております。拡大します。ですね、民族名、長明夫さん、松原清さん、昭和25年12月27日生まれと。昭和25年12月27日生まれ。SNSP が一致しておりまして、えー、松原清さんという名前ですね。この時に帰化されておりまして、でまた長明夫さんという名前もあります。松原清さんですね。 松原明さん、通名と千年がぴが一致しておりましてえ、聞かされておりますことが確認できました。え本日の4番バッターは、アレックス・ラミレス選手です。私が見てた時は原辰徳選手でした。アレックス・ラミレス選手、巨人時代は主力として2008年に打点王、2009年に集奪した、2010年に本塁打を打点王のタイトルを獲得するとともにと、 2度のリーグ優勝日本一に大きく貢献されました障害成績は日本のリーグだけで2017安打380本塁打と大打者ですラミレス選手は1974年昭和49年10月3日生まれ平成31年1月23日のカープに載っております拡大します ラミレス・カプリエス・アレクサンダー・ラモンさんということで昭和49年10月3日昭和49年10月3日ですねえー、と生年月日と名前が一致しておりまして、えー、聞かされておりますことが確認できました続きまして萩原宏選手です 萩原博史選手は、まあ、台湾ということで書いてありますけど、郷ー・シさんという名前と郷元ゲさんという名前を持っておりまして、まあ、萩原博史さんということで、えー、書いてはあります。一番初めは1943年に来日し、大和軍というのがあったみたいで、そこに入団されまして、その後、巨人に入っております。で巨人の方では、 長く務めておられまして、100安打を超える年が3回ありまして、通算568安打と大活躍されておりました選手です。萩原選手は、1923年大正12年1月8日生まれ、昭和39年2月1日の漢方に乗っております、拡大します、ですね。東京都北区ということで、 民族名、合心教さんとありまして、通名が萩原宏さん。大正13年、1月8日生まれ。大正13年、こちら大正12年とありますが、1月8日生まれで、萩原宏さんとありまして、ウ,ィキ,ペウィキペディアの方が1年ちょっとずれている形になります。で合心教さんという名前もありまして、民族名ですね、ありました。萩原宏さん。ですね萩原宏さんとありまして、で誕生日が1とありまして、 帰化されておりますことが確認できました続きまして玉峰信則選手です巨人に在籍しておりました玉峰信則選手ですがと1998年のドラフト会議で読売ジャイアンツから6位指名を受けておりまして江川すぐるの背番号30番を背負うなどを期待を受けておりました選手です玉峰さんは 1975年昭和50年12月8日生まれ平成8年5月2日の漢方に載っております拡大しますちょっと見づらいんですけど広島県出身民族名京信則さん昭和50年12月8日生まれ昭和50年12月8日生まれと生年月日が一致しておりましてあと信則さんですねこちら信則さん 信徳さんという名前と昭和50年12月8日生まれと生年月日と名前が一致しておりまして聞かされておりますことが確認できました続きまして石井正幸選手です石井正幸選手です人間機関車と言われておりました方です呉正幸さん石井正幸さんのことなんですけど台湾出身の方で,で、まあ、日本に帰化したとありますがそれはこれから確認します 巨人と阪神の両チームで活躍されました外野手です。で、エネルギッシュな攻守から人間機関車と呼ばれております。で、今現在、大活躍されております大谷選手に先駆けてえ二刀流ですね、二刀流で、えー、14勝も挙げましたあー方です。で、王貞治選手に次ぐ2人目のお台湾、日本ですね、野球殿堂入りとなっております方です。 ですね、ええー、打撃の時とあの投手の時ということで、えー、二刀流として活躍されておりました方です石井正幸さんは1916年大正5年6月28日生まれ昭和50年11月28日の漢方に乗っております拡大しますということで呉、えー、正幸さん大正5年6月28日 五正,、ね、正幸さん,正幸さんですね大正五年六月二十八日とお名前と生年月日が一致しておりまして聞かされておりますことが確認できました続きまして金戸則人選手です金戸則人選手は兵庫県尼崎出身の元プロ野球選手投手です 巨人と楽天で活躍されました選手です。1984年昭和59年4月10日生まれ平成17年2月17日の漢方に載っております。確認し拡大します。民族名龍紀人さん昭和59年4月10日生まれ昭和59年4月10日生まれですね。 金と紀彦さん、紀彦が一致します。龍紀彦さん、昭和59年4月10日生まれということで、名前と生年月日が一致しておりまして、聞かされておりますことが確認できました。続きまして三山秀一選手です。三山秀一選手は大阪府大阪市出身の元プロ野球選手保守、 現在は千葉ロッテマリーンズの1軍2軍統括高知県統括コーディネーターという住職を務めておられます、えー、と巨人ですけど1999年から2000年にかけて巨人に在籍しておられます方です、えー、三山選手は1965年昭和40年11月20日生まれ 平成15年10月21日の漢方に載っております。拡大します。民族名、金さんということで、えー、昭和40年11月20日。昭和40年11月20日と生年月日が一致しておりまして、で秀でさんですね。秀和さんという名前が一致しております。金秀和さん。昭和40年11月20日ということで、えー、名前と生年月日が一致しておりまして、 聞かされておりまますことが確認できました続きまして金田正一選手です金田正一選手ですがプロ野球選手投手日本プロ野球史上唯一の通算400勝投手ということで200勝でも大変なところその場合の400勝ですね大投手の中の大投手ということで他にも記録をたくさん 残しておられまして、史上2人目の沢村栄治賞3回受賞者ということで、えー、すごい方です。金田正一さんは19、1933年昭和8年8月1日生まれ。昭和35年2月8日の漢方に載っております、拡大します。民族名、金正一さん、通名、金田正一さん、昭和8年8月1日生まれ。 昭和8年8月1日生まれと、通名と生年月日が一致しておりまして、聞かされておりますことが確認できました。日本の大投手も聞かされておりましたええ。以上で10名ご紹介いたしましたが、あとプラスアルファの部分についてですで。こちらの巨人の伝説の3人の写真がありますが、 まあこのうち、あの、金田さんが漢方で乗っておりまして。で、王さんなんですけど、こちらも、まあ、台湾に縁がある方であるということが、半ば周知の事実であります。王さんですね。こちらも日本の伝説の一人ですが、まあ、国籍が中華民国とありまして、え台湾に縁がある方だっていうのは、まあ、多くの方が、 認識しているところです日体の共通スタートありまして。ということで、このお二人の出自が確認できたところです。でもう一人ですね、長嶋さん、もう一人の伝説が、まあ、まさかこの方はというふうには思うかもしれませんが、可能性の一つを一つとして確認したいと思います。で長嶋茂雄選手でですす偉大な巨人のミスターです、ね、ミススタターーねジャイアンツ で長嶋茂雄さんはあの改名をしてましてこちらにもあります通り島の字が同じ読みですけど簡単な島と難しい島で名前が変わっておりますでまあこの点をちょっと説明させていただきたいと思いますが、まあ、これはの平成7年2月8日の、まあ、たまたまですねどんな記事でも良かったんですけど漢方の一部では 昭和49年の主な出来事ということで、えー、長島茂雄氏現役引退巨人軍監督にということで、まあ、この時は簡単な詩まで書かれております。で、あの、茂雄氏には息子さんおりまして、有名なですね、元プロ野球選手の長島和茂選手ですね。こちらは、この方もあの改名をしておりまして、 またまたま成績があまり良くなかった時なんでしょうか。えー、来季5年目のヤクルト、長嶋一茂内野手。この時きの簡単な島で書かれておりますが、25歳が、簡単な島から、難しいような島への表記変更を球団に申し出了承された。で、これで、えー、ですね、この時が、父親、重雄氏を彷彿とさせる、長島への改名で、新規一点来季にかけると。 これは改名なんですね。難しい方の長島へ改名した。で父親重氏を彷彿とさせるというのは長島茂雄氏も解明ということで島を変えたんですね。このことが重氏のです、ね、記事からわかります。解明をしてるということで。まあ、これを解明をとるかどうかというところで、まあ、あの反発があると思いますが、まあ、真実を突き止めていきたいと思います。 で、この島を変わることによってな、何が変わるのかというと、まあ自分としては生命判断の画数が変わりますね。他にはどんなのがあるか分かりませんが、まあこれによりまして、まあ運気が上がって、成績がですね、良くなるっていうのを期待してるのか分かりませんが、そのような目的で、えー、解明してると思われます。で、あの、重雄さんですね、一茂さんの他にももう一人、次男の長島正雄さん。 こちらも調べると出ておりますが、こちら、あの、簡単な方の島で表記されておりまして、えー、で、もう一人、長島みなさん、こちらですね、スポーツキャスターということで、これも簡単な島で表記されておりまして、テレビに出演されているときですね、このような形で、右側の簡単な島で、方の島ですね、表記されておりまして、 あの名前がですねそれぞれ島があの変わっておりますことが分かりますであの解明ですね他の方々たくさんプロ野球選手では解明されている方おりますが解明は通,通常我々の名前を変えることはできないんですねしかし通名であればたくさん変えることができるということでこれも在日の方である状況証拠の一つになります 次の点なんですけど長嶋茂雄氏なんですが鎮頭犬という韓国の犬がありましてで歴代のこれはのみんなの新聞なんですけど歴代の韓国大統領や韓流スターにも人気が高い日本では読売ジャイアンツの終身監督長嶋茂雄さんもファンだということでこの鎮頭犬という犬の フチンなんだそうですウケ犬というのは、韓国原産の犬種の犬の品種の一つということで、韓国の天然記念物に指定されております犬の一種です。で別な記事でもありまして、ここですね。韓国チン犬ウ赤ちゃん里親募集、韓国チン犬ウ協会支部。 ですね、ここです鎮刀犬は韓国で天然記念物に指定されている固有の犬種ということで長嶋茂雄さんが講演で鎮刀犬の魅力を語っていたことから興味を持ちと韓国鎮刀犬協会を通じて桃太郎と花を譲り受けたとありましてまたここでも書いてありまして長嶋茂雄さんが 在日のです、ね、みんなの講演会で鎮頭犬の魅力を語っていたということが書いてありまして、まあ、ここからもまたですね長島さんがやはり同じく在日の方である可能性があるところです日本での犬の人気ランキングですね犬の種類の1番トイプードルということでチワワ10番まで調べてみても鎮頭犬は入っておりません で11位から30位までのランキングを調べますと、マルチーズから始まって、30位までですね、30位シベリアンハスキーと、29位アキタ田ンとありまして、ここにも沈騰犬は入っておりません。日本でレアな犬の種類であります、沈騰犬のファンであると、みんなの新聞に書かれておりまして、でそこをですね、ただファンであるだけではなくて、 講演会で、鎮闘家の魅力を具体的にどういうところですね、ということで細かなところまで魅力を語ってたというところで、またこれも強い状況、証拠になるんじゃないでしょうか。もともとその民団のですね在日の方々の講演会には、在日の方々がばかりが講演されておりますところで、まあ、そのような場所でで、 韓国固有の鎮権いうの権といいと、いいういうはもだこういうところがいいんだと、議論を語ってたというところで、えーまあ、そこもですね、実際これを聞いて、い意,外な意外だと感じられるんじゃないでしょうか。で、このことからも、在日の方である可能性があると考えられます。 またその追加でありましたらご紹介していきたいと思います、まあ、今回この2点だけでまだその在日の方だと断定することはできませんが真実を確認していきたいと思います今回は以上になります日本ではプロ野球はほぼ国技と言っても過言ではありませんそれほどの人気を誇る日本人が熱中するスポーツですそのプロ野球選手で聞かせた選手手でたが多いことは 何か重要な意味が隠されている可能性があります次回の第3回目もご覧いただきたいですありがとうございました失礼します